有利かなって聞いてるんで、千葉寮は、まあね、さっき常連さんも来ましたけど前立腺でいいと思いますんで。マジかよ。いや、南国リセットですよ。あのね、うえっ、これが僕の16ザンパー4です。521枚、千葉竜王を2台打って700枚が消滅しました、うん、まあ状況的に他に多分打つ台ないんで、今このタイミングでご飯出すなんで、ご飯行っていきたいと思います。13時ですね。状況がどうなってるか、足して800のスーパーリノがあるんですけど、ただね、割がすげえ低かったと思うんですよね。あくまで現状出てる数リノは800ゲームから694円10日で 101.6% ですよ。で 103% 求めんだったらやっぱ1000ゲーム近くないとダメです。見たいっすか、数リノ初打ちだな。やる、見たい見たい。お前もいやいや、うんうんだったら俺本当に何もやんないぜ。まあ最悪当たんなくても1000ゲーム回したら当たりますからね。ええ、設定1だとしたら192チャンス、それの3択刺さなきゃいけないってことだもんね。よし、決めた。一発目のトマトはこれ青を狙っていこう。くしょ、これでステップ3なのかな。ああ、こういうことか。あ、こぼしちゃった、もしかして1枚ダメだね、俺忘れてたわ。これ狙わなきゃダメだ。オーブクショ、今度はミスんないです。ちゃんと青縄狙わないです。もう俺青縄って言いましたからね。決めますよ。で、一応これで今のが何だったのか見えるってことか。前回赤だったよってこと。いや、でも絶対次も青だから、もう青で勝負だから。こりゃかなりの修行台だな。3枚目です。これはやばいよ。はい、2回目。でも俺言ったでしょ、もう青で行くって。多分これ500ゲームぐらい俺ハマってるんですけど、これだけでもうなんか全然1万6000円使ってますよ。なんも、最高に楽しい。3枚、あ、こっからか。これセーフってことだもんね。4枚レモンが頻発すると転落している可能性って。おい、これリンゴなんだ。すごいね、すごいね。リンゴを否定すれば、あ、青七狙わなきゃダメなのかな。リプレイです。こんな滑りになるんだ。いただきました、ビッグ状態。ボーナス中技術介入、あ、これだ。太陽ランプ、はい、が点滅時は左リール枠内に赤7を狙おう。これだ、
これでいいんだ。これで終わりか。なんかあるんでしょうね、これ試作系のあれだと思うんですけど。ちょっと待って、面白いな。まだ1回しか当たってないのに、転落させなければいいだけですから。やばい、名機ですね。これはもしかして名機なんじゃないですか、これ。トマトチャンスだ。あ、ピンチってことだよね。4枚のレモン出始めたらやばいって書いてあったよ。そんな一発で落ちないでよ。面白えよ面白えよ。あと早え、やっぱ早え。おお、マジかよ、すげえな。おい、あ、パチスロモンキーターンですね。さては、上下ボタンで映像変更、どういうことこれ。あ、これがいるかいないかだけなの。俺今上下ボタンで映像変更でモンキーターンだから、俺てっきりモンキーターンの絵流れると思って、これが消えるだけなんだ。じゃあどうでもいい。今日一番安い期待賞代がこうなってますから、あるあるなんだけど。はい、1139枚ということで、僕の使いが2万3000円なんで、1058枚あったんでまくりました、サマイで。わーお、わーお。さあもう一回いこう。1枚役だけど、これこの形ダメなんかな。ダメっぽくない、今の逆押しが。あれがダメなんじゃないかな、もしかして。あー、これはダメだでしょね。やっぱ逆押しはあれがダメだったと思うよ。そのと、ほら終わっちゃう。トマリプリプでダメだったんだ。20連ですね。よし、何枚かな、何枚かな、何枚かな。あれです、1996枚ということで、リノだけでまくりました、ね、ただまだ時間はあるんで次の台探したいと思います。追っちゃダメなのよ、だからスッて行きたいのよ。そんなんだからいつも楽しそうでいいなって書かれるんだぞ。あ、北斗のお二人がいなくなった。ずっとね、北斗天使を打ってるカップルさんがいたんですよ。やった。え、ちょっと待って、これ結構やばいな。1回当たって2回目の263で、これも2回目の周期の113ね。でも全部プラスだけどね。まさかですね。うわ、北斗天使打つの久しぶりだな。北斗天翔の264ゲームで2周期目って言い方が正しいんだっけ。とにかく2回目、有利感引きすぎの2回目、だから1回目が200なんで、200台の当たりなんで、別に全然600までありえるんですけど、持ちメダル1996枚から打ってるんでね、まあマイナスすることはないっす。
今日プラスになったらあれですね、初回の、ケースは終わり朝日さんでしたっけ。で、あの稼働こけ初回はマイナスだったんですけど、そこから3連勝になりますね。初回もねめちゃくちゃ良かったんですけどね、まあちょっと上振れがなかったと。まあ今日はもうやっぱスーパーリノが上振れてくれてるんで、下振れの千葉リオ、上振れのリノですか。当たりました。600枚持って帰らなかった。だちょうど1万円分ですね、メダルは。460枚使いました。300ゲームも回したいのに1万円分使うってめちゃくちゃ回らなかったですね。全部子役レベル上げてくれよ。うわきつ。リプレイ 30% 死ぬほどリプレイを引くしかないっていう。おほー、嘘つけみたいなところで勝ってるし、嘘つけ。 8% 引いた俺。さあいきましょう。次ユリカンランプがまだ中段チェーンのチャンスありってこと。ああ、ついた。やめですね。残念。じゃあ打ちますか。また600まで持ってかれますよこれ。114ゲームですね、北斗天翔1個隣です。で、ああでね、2回目、2周期目ですね、プラスなんで、打っていきたいと思います。はい、ということで、北斗天翔2代目ですね。はい、2周期目です。ただソマユの当たりが200なんで、背景変化もなしで、勝負球もなしで415ポイント。まあ現状他に打つ台がないんで、とりあえずこれ打ちます。はまんないで早めに当たるパターンがいいな。いやほんとマジで今日に関してはレア役含め最悪ですよ。だから本当にリノ様様ですよ。だからブラックラグーンの16ザンパー4とかリノの連チャンみたいなことはするけど、他の台は全部その初当たり子役とか含め全部がもうあの設定1以下でしか引いてないから、それはこうなっちゃうよね。ないよ400で0って。まだ1回も溜まってないんだから。これあのスイカ1枚取れてるんだよね、中流だけ。1個か。え、ここでこれ出ないよね。何この変な引きのあれ。とりあえず揃っちゃいましたんでラッシュです。230枚使いですね。でラッシュ直行してるんで、あれです。あれの確率いくつだったかな。何引いてんの今日。今日何なの。赤のアリグ16ザンパイオン。16ザンパイオン、今日16ザンパイオン2回。これも500枚ぐらいで終わる可能性あるよ。16ザンパイオン、せめて700枚は出てほしいな。230と460で690枚転生で使ってるんで。あ、残念。ここで復活とかあったかな。はい、ユリカランプ消えました。6セット1048枚ですね。
お前さっきも言ったよな、マイク乱暴に扱うなって言ったよな。ジャンプして足パンってやつやりたかったんだけど、やっぱこれ持ってたら無理だ。これこれこうやってほら。230枚使いの1081枚なんで851枚のプラスです。で2387とかそんぐらいでした中身。時間は4時半、とりあえず一周したいと思います。よし、さっきのジャンプで今俺ふくらはぎに釣りそうだからふくらはぎビクンビクン言ってる。一級可動貢献士がふくらはぎにダメージを負いながら今オールナイを回っておりますよ。1700ゲームしか回ってないけど99分の1でしたよ。ガッサン花花でマイジャグビッグ19のバケが12で、こっちは逆にビッグ11のバケ3だけど合算で一応119なんだよね。ちょっとまだ試行回数が少ないから分かんないけど、まあその強い日じゃなくてもノーマル系にはそこそこあるんじゃないかな。え、打つもうとりあえず開いてんだもん。いや、とりあえず打ったってよく、レギュラー全部なんか奇数でしたとかそういうことかな。でも一級稼働貢献士ではもう打てないです。窓2も番長3も打つことはできない状態になりますよ皆さん。今日打てたらなって思ったけど、まあさすがに打てんか。あ、これ打てちゃうわ。367でしょ、ただの367余り。CZ までかな、350で1000円超えるんで 105% ぐらいです、ね、じゃこれ最後打ちます。はい、ということで戦技実証新風ギア勇気の歌ですね。2387枚今、メダルがあります。一応これメモっとかないと忘れちゃうわ、いくら使ったか。400ゲームあれば、まあ1550円ぐらいね、はい、チャンス目です。で、106.9% という書き方です。通常時800円プラスアルファの生姜で AT 期待で約 80% の CZ になります。はい、いただきました。230枚です。はい、シーゼッツ、恥ずかしい、ここですね、シーゼッツ。はい、 GX バトル、レア役とリプレイどんだけ引けるかですから。あ、全部なくせば勝ちと。まず左リールに何が来るかを決めると、で中リール何が来るかを決めると。あ、ごめんなさい、230枚じゃねえよ、230プラス46してください。だから276枚で、右リールに何が来るか、そうで押し順ナビが出た時に右側だと奥義を放つ、そうじゃなければ500しか減らしませんよっつうことです。まあまあ、これだと弱いよっつう。アームドギアだ。3000からの追撃、
いやいや、ちょっとちょっと、ね、まあ、一応これでまだチャンスがあるんで見ててください。これ分かります、分かります、分かります、どういう状況か分かりますね。でリプレイとか引いたら、レアルとか引いたらこれが変わるんで、ここから復活はないよね。ということなんですよ。276枚引く54枚なんで222枚です。はい。で、今全部で2165枚あります。で、一周してなかったらエンディングになると思います。この絵ちょっとムカつくんで一回ごめんなさい。ちょっと、秋山からの秋山とんのやめろお前。エンディングですか。さあということでですね、まあ、そろそろ、帰りの時間ということで、いやもう何だったら一生行ってもいいぐらいです、とりあえずですね、今日もなんか何台拾ったか分かんないぐらい打ちましたけど、投資23,000円、 46×23 は1058枚、1058枚、回収がですね2165、2165枚なので、プラス1107枚と。いやノーマルも全然見たでしょ、ノーマルね、あの開いてんだから、だから設定も後積もできんじゃねっていう話ですよね。しかもしかもですよ、強かったの昨日だから。あとちょっと驚いたのは朝一の南国のリセットで、なんか常連さんの話だとリセットしてなかったりもするらしいんで、まあしてる日に来たらチャンスなのかなっていうのもありますね。まあ僕はちょっとチャンス生かしきれなかったですけど、いやでも本当多分ね、店長さんが楽しんでもらおうというか、いろいろ考えてやってるんだと思うんですよね。だから朝一だってする必要ないですから、今このご時世に南国のリセットとか。でもリセットしてる、南国リセットしてるからって全リセしてるわけじゃなくて、据え置きの台もあって、なんかねすごいやりがいのある、実践したっていうか、この企画始まってケイジさんいろいろ言ってるけど、やっぱどこも特徴あってやりがいありますね。非常に楽しかったですということで、今回もプラスになります。何笑ってんの、髪の毛に関する変なテロップ入れてんだろお前。はい、ということで、一級稼働後継者秋山通ります。これシャープ4ですね。もし、興味あればまた前半見て後半見たいとか、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。以上です、ありがとうございました。